では続きまして七尾さんにお伺いします、はい、先ほど成宮さんのお話にもありましたけれども、本作でもお色気シーンや濃密な成宮さんとの濃密なシーンが、はい、ありまして、それがさらにこう、はい、パワーアップしているというふうに伺ってますが、そうです、ね、成宮さんや入江監督とはこうどういうふうにお話しされて撮影されたんですか？でも割とあんまりこうなんだろう、割と台本に忠実に私たちはすごいやってたような気がするので、はい、そこまでなんかこうこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていうよりかは、まあ、監督のご要望に2人でお答えしつつ台本に忠実にやらせていただいたっていう感じなんですけども、いかがですか？でもなんか体に向き体の向きとか顔の向きに無理がなかった。なんかそうですね、やっぱりカメラの位置とかもあったので、はい、顔は見せたいけど体はこっちを向くみたいなのがちょっとあって、はい、まあ、そのあたりがちょっと、まあ、難しいところではあったんですけども、うん、はい、まあ、でもすごいなんかちょっと美しいシーンにはなっているんじゃないかなというふうに、はい、思ってますので、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、ちなみに七尾さん、今日も素敵なお着物を着られておりますけれども、はい、本作では花魁衣装や壺振り衣装など、はい、様々な衣装を着られたということなんですが、はい、七尾さんのお気に入りの衣装はどんな衣装ですか？そうですね、やはり花魁の衣装がやっぱり思い入れはすごい強いかなというふうに思ってて、はい、まあ、いろんな方にお話聞くとやっぱり花魁のお衣装着れる方ってやっぱりすごくごくわずかな、そうなんですね、はい、あまり着れる機会がないっていうふうに聞いていたので、うん、で実際に花魁の、お衣装はいつか着てみたいなっていうふうに思っていたので、やっぱり着れた時はすごい嬉しかったんですけども、やっぱり大変ですね、うん、もう20キロぐらいあるので。そんなにあるんですか？頭で8キロぐらいで、もうお着物だけで20キロぐらいあって、そのポックリというか、はい、下駄のものも片足で4キロ4キロみたいな感じの、本当にすごく重い衣装なので、それで花魁歩きをするっていう八の字を描いたこう歩き方をするっていうのがあったので、はい、すごく大変ではありましたけど、やっぱり着れた嬉しさっていうのがすごく勝りましたね。はい、はい、ぜひ皆さん、七尾さんの花魁シーンにご注目ください、はい、ありがとうございます。では続きまして、入江監督にお伺いいたします。待望の続編となる本作はオリジナルストーリーで描かれております。特にこだわった点や苦労された部分をお聞かせください。まあ、第2弾でやるってことで、せっかくなんでスケールアップしようって話を、プロデューサーや脚本家の中島和樹さんと話してて、はい、やっぱり中島さんの書く本がすごいですよね、ネタが。でも本当に調べ物をどんどんしないといけなくて、はい、そのスケール感の大きさはちょっと挑戦だなと思いましたけど、はい、はい、ありがとうございます。続きまして、松山さんにお伺いいたします。本作では新たなキャラクターといたしまして、大森奈緒さん演じる倉蔵が登場します。倉蔵は鳥羽で弁蔵に助けられ信仰を深めていきますが、裏ではある計画を企んでいるという役柄です。大森さんと共演されていかがでしたか？まあ、そうですね、これから見ていただくので、まあ、ちょっとなんかすげえ言いづらいんですけどね変わった役なんですよね。変わった役ですよね。なんですけど、なんていうんですかね、大人の色気漂ってますよね僕ももう子供じゃないんですけどねさらに、まあ、もう一つ上の、まあ、その大人っていうのかっこよさ色気を持った俳優さんですので、その作品全体にもそれが染み渡って、そういう意味でもスケールアップしたような気はします。はい、直さんがいることによって、はい、はい、ありがとうございます。では続きまして、早乙女さんにお伺いいたします。今回早乙女さんの演じる総司はほのかな恋愛もあり、アクションもあり、そして過酷な運命が待ち受けていたりと、さまざまな顔が見られますが、総司の魅力について教えていただけますでしょうか？魅力、はい、そうですね、前回は割とこう、まあ、2人で旅に出て、まあ、あまり責任もなくこう自分探しというか自分を磨くために旅に出てた若造の話であったんですけど、今回は
まあ、一志という、一味を背中に背負ってこういろんな覚悟がある上でのちょっと成長して なんて言うんだろうな、前はわりかしあんまり表情が出なかったんですけど、はい、今回は少しずつ前回とは違うちょっと余裕を持った、男性の顔であったりとか、ちょっと気が抜けてる時の顔であったりとかいろんな表情を試してみたので、また前とは違った新たな人物ができたんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。さて続きましての質問は皆様にお伺いしてまいります。続編となる本作で皆さんの結束もより強くなり距離感も縮まったかと思います。現場で楽しかった思い出や心に残っているエピソードはありますか？では入江監督からお願いいたします。そうですね、はい、急に来ましたね、はい、すごいぼーっとしましたけどすいません。そうですね、僕は結構人見知りなので、はい、前回はほとんどキャストの皆さんと無駄話ってしてないんですけど、そうなんですね、今回は院前に松山さんともなんかこう本の話させてもらったり、まあ、キャストの皆さんとなんか無駄話とかできて、はい、あとは前回もある程度見えた部分があったので役作りに関して、うん、お任せ してなんか僕が余計なことを言わずに本を読んでどういうものをこう考えてこられたかっていうのを見たいと思って委ねた部分が結構あったんですけど、それがすごい形で炸裂したりする瞬間が何度もあって、それがやっぱり第2弾の良さでしたね。はい、じゃあ本当に二頭2 の内容には期待したいですね。はい、